続き入ります。あんな連中が暴れていたら怪我人がたくさん出ているはずだ。一人でも多く助けなきゃ。僕だけではどうにかなる感じじゃない。動ける人は手伝ってもらわないと。ここですね。そうだ、この車で怪我人を病院に運んでもらえば。この現場を見てさっと行っちゃうなんて、この警察の人は随分急いでるみたいだ。でもこっちはこっちで大変だし、どうしよう。これね、もうこれ行かせます。これで神谷が助かるんです。行ってください。こっちは僕が何とかします。君も無茶をするなよ。ありがとうございます。あれ、あの子は芸能事務所で会った子みたいだけど。気のせいだよね。さあ怪我人助けなきゃ。これで成功です。着ぐるみ。この人もしかしたらあの伝説の428の話です。あんま関係ないんですよ。でね、これ、みことがね、みことを指してるんですよ。で、ここで同じ人物が二人だとまずいんで、着ぐるみを着てるんですよ。あ、これもみことなんで、あっちもみことなんですけど。さっき車乗ってるのもみことなんです。大丈夫。あ、あれ？君は？やはり、さっき車乗っていた別人だったんだ。それにしてもよく似てたな。僕だよ、僕。うん、してちゃわからないか。はい、これが約束のものね。え、これは？次会った時に返してって言ってたでしょ。私が言った。確かに渡したからね。お礼なんていらないよ。なぜなら僕はルサンチマン、リアルライフヒーローだから。あなたがヒーローなの？そう、この町のヒーローといえば僕のことさ。ここは。目が覚めたか、野中さん。どうしてここに？後ろの彼女から連絡をもらってな。野中さんの言ってることはわかる。しかし俺は。これは従います。野中さんの言うことは正しい。ここは従うしかないだろう。
さんを病院に連れて行きたいところだが、あのドクロの連中が至るところに潜伏している。人の多いところに行くのは避けた方がいい。だったら俺の家に行ってくれ。分かった。だって約束したじゃないか、弟や母さんを守れるような強い男になれって。あんなこと言うんじゃなかった。ヨータごめん、ごめんな、ヨータ。これからどうする？テーブル上の文章が目に入った。ヨータの文集だった。今度僕には弟ができます。今のお父さんとお母さんの子供です。それで僕はお父さんと約束しました。弟やお母さんや守れるような強い男になるって。僕はこの約束を絶対守りたいと思います。なぜかというと、お父さんも約束を守ってくれたからです。僕の本当のお父さんは何年も前に死んでしまいました。僕とお母さんはそれですごく悲しい思いをしました。そんな僕たちを今のお父さんは幸せにすると約束してくれました。死んでしまったお父さんのことを考えると今でも辛くなります。でも今のお父さんはその辛いことを忘れないでいいと思います。その代わりに楽しいことや嬉しいことを一緒に増やしていこうとも言ってくれました。今僕は幸せです。お母さんも幸せだと思います。それは今のお父さんのおかげです。お父さん強くて優しい人です。僕もお父さんみたいになりたいです。ちゃんと約束を守れる男になりたいです。ヨータ、お前は強くて優しい男だったぞ。ありがとな。お前のおかげで母さんと弟は助かったんだ。だから今度は俺がお前のために戦う番だ。テロに加担しているのかは分からない。しかし悪を憎むことに関してはあの人は一本筋が通っていた。たとえどんな理由があったとしても、あいつと俺は命のやり取りでケリをつけるしかない。そうか。どうして？お前は世界を救う男らしい。だからこんなことで死なれちゃ困るんだ。世界を救う？彼女に何か吹き込まれたんですか？普通なら俺だって耳を傾けん。しかし彼女はこれから起こることを。これから起こること？いや、何でもない。不死身と呼ばれたお前にこんなことを言うのもなんだが、神は死ぬなよ。お前には待っている人がいるんだ。野中さん、アルミをお願いします。私も行く。なんて言われてもついていく。この子を守る余裕は我にはない。しかし来るなと言ったところ納得しそうになかった。勝手にしろです。まあどっちでもいいかな。勝手にしろ。こっからちょっとある人物を助けてくるんですよ。超かっこいいです。
あれ？そろそろ痛みが来るはずなのに何も感じないってどういうことだ？ドクロのマスクは瞬く間に全滅した。何事なかったようにナパは軽く息を吐く。まるでウォーミングアップだったのかのように。終わりです。よしナパ、これくらいで許してやろうじゃないか。どうしよう。どうすればいいんだ。これですね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。わけわかんないって。何がどうなってるんだよ。この人はテロリスト。スケルトンの仲間よ。テロリスト？そんな。本間君、僕たちヒーローになろうって約束したじゃないか。それがどうしてテロリストの中に。まさか本間君、復讐のつもりなの？あのことの復讐のためにテロリストに。このままじゃナパが本間君にやられてしまう。僕はどうしたらいいんだ。これね、任せるんですよ。ナパを信じよう。ナパの熱い気持ちを無視できない。
ケルの友達なのか。そうだよ。ならば奴の代わりに死ね。忙しいんだ。話しかけるな。おいおい、それどころじゃないぜ。何？ここに来るまでに俺、ひなさんから事情を聞いた。これに耳を傾けないやつはジャーナリストじゃない。これ、昔お父さんと倉本さんが取材して放送できなかった番組です。何？そうです、ロストホールの真実。テロリストが狙っていたのはこのビデオテープのことだと思います。まさか。倉本さんなら気づいてくれるはず。あのインタビューでカメラを回していた倉本さんなら、ビデオの中で死んだラボの科学者が言っていました。未知の反粒子エネルギーがテロの標的になれば東京が吹き飛ぶくらいの大爆発が起きると。奴ら東京を吹っ飛ばす気か。そうだと思います。そのビデオを見れば分かっちまうからな、奴らの目的が。誰に連絡をしても相手にしてもらえないと思います。どういうことだ。さっき撮影した映像も放送してもらえませんでした。なんだと。上層部の判断だと言われました。そんな場合じゃねえだろ。上の連中は何を考えて。まさか。そんな。そのまさかなんだよ。きっと警察だけじゃないのか。テレビ局の内部にもいるのか。テロリストの仲間が。倉本さん、こんな時だからこそ倉本さんにお願いしたいこと、それはこれね、ボケたいんですが、この前行きます。力を貸してください。今の私には倉本さんの力がどうしても必要なんです。俺にできることなんてない。テレビがダメならネットがあります。只野さんのネットリークスで本当のことを伝えるんです。お前テレビ局の人間だろう。そんなことが許されるか。もしもし、高井戸さんですか。さっきのお話の件ですけど、私おっしゃる通りテレビ5を辞めることにします。おい、はいはい、退職届は郵送しますので。短い間でしたがお世話になりました。お前何考えてるんだ。これで私はテレビの人間じゃありません。本当のことを伝えることができます。俺はテレビの人間だ。お前には付き合えない。私は倉本さんにカメラをお願いしたいんです。命がけの無茶に付き合うのはごめんなんだよ。お願いします。私は倉本さんと一緒にやりたいんです。ひなさん、やめろって。そこまですることはない。私はキャスターです。カメラマンが必要なんです。どうしてそこまで俺に。悔しい思いをしたんですよね、あのビデオが放送されなくて。私も今同じ気持ちです。だから一緒にやりましょう。事件の真相を明かしてテロを阻止するんです。真実と自分の命なら真実の方が重い。その言葉の意味は分かったか。はい。言ってみろ。なぜ真実の方が重いのか。それはたとえ私が死んだとしても真実を伝えることでもっとたくさんの人の命を守れるかもしれない。伏見明はそういう意味で言ったのだと思います。無駄死にするつもりじゃないんだな。当然です。私これでも大事な人がいるんですよ。それって彼氏ってこと。はい、無職でホームレスなんですけど。あ
収めてやる。俺のことも忘れるなって。よし、やるか。やりましょう。退職届は俺も郵送だ。決めに来るとは思わなかったのか。全く思わなかったな。いや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 、今のは危なかった。土壇場で出すカードを変えてよかった。もうちょっとで全てが終わるところだった。これで俺のチップは4枚、残り2回の勝負のうちどっちかを勝てばいいんだ。とはいえ追い込まれているのは間違いない。俺の残りの手札は2と5。エンジョの残りの手札は4と5。さて、どっちのカードで勝負するか。確率だけを考えれば2分の1だか。しかし、シンド。お前がここまで子供のために戦うとは、意外だったか？いや、子供の命が大事じゃない親なんて言いやしない。俺はそう思っている。そういうお前は、子供はいないのか？娘が一人いる。へえ。俺はこう見えても若い頃は根性が売りのプロボクサーだった。リングで死のうと思っていたが、娘が生まれたことで引退したんだ。賢い選択だ。リングで戦って勝つのも嬉しかったが、娘の成長を見守ることに勝る喜びはなかったよ。俺がエンジョに勝つためには、奴が4を出したときに5をぶつけるしかない。これね。ここで5に5をぶつけてしまったら5回戦に行くまでもなくアウトだ。奴は勝負を焦らず4を先に出すか、それとも一気に決めるために5を先に出すか。奴の今までの手からカードを出す結構を読んだ。俺は2と5をどっちを出す。これね、言っちゃったかな。多分5。あ、どうか。やったような気がするような気がする。やった、博士。何？じゃあ、これやったね。俺は未来を知っている。そう言っただろう。さあ、勝負は俺の勝ちだ。娘は返してもらうぞ。そうはいかないな。なんだと？今の勝利は元金の分。まだ利息は返してもらってないぜ。女、今日よ、急にそんなこと言い出すなんて。黙れ女。利息分ってことはあと1回勝てばいいんだな。そうな、その通り。分かった、やってやるよ。博士、どうして？その代わりだ。ギャンブルは俺が用意する。ふざけるな。どうしてお前が用意したものなんか。ああ、待って。面白い。どんなギャンブルだ、聞かせろ。俺はお前の考えていることを当ててやる。3回連続で当てれば俺の勝ちっていうのはどうだ。ふざけるな。それがギャンブルか。いや、そのギャンブルで勝負しようじゃない。本当にお前が未来を知っているのなら、俺の考えていることぐらい当てられるはずだしな。それじゃ、ルールの説明だ。俺はその場にいる者たちに説明した。まず俺が援助に質問をする。質問の答えは援助が浮かべる。俺がその答えをスリーして紙に書く。それを3回続け、全部当てれば俺の勝ちだ。博士、ちょっと待ってください。なんだ？こんなルールで大丈夫なんですか？さあ、どうだろうな。こんなギャンブルしか思い浮かばなかったんだから仕方がない。よし、始めようじゃないか。それじゃあまず一つ目の質問だ。
お前の初恋の相手の名前は何だ。初恋の相手、さっさと頭に思い浮かべろ。よし、思い浮かべたぞ。よし。神道は神にペンをさらさらと走らせ、そして紙を半分折ると台の上の缶の中に入れる。これでもう書き直しはできない。いいな。ええ。それじゃあ今の答えを言え。途中で変えられたら困るからな。いいだろう。俺の初恋の相手の名前はアキナだ。アキナか。おい、いいのか。何が？こんなの当たるわけなかろう。どうして？アキナのことは誰にも話したことがない。俺の小学校の頃の甘酸っぱい思い出なんだ。そのことをお前が。甘酸っぱい思い出に興味はない。さっさと次の質問に行くぞ。お前の通帳の隠し場所は。そんなもの誰にも言えるわけないだろう。いや待てよ。だからこそ誰も知っているわけがないのか。そういうことだ。さあ思い浮かべろ。神道はじっと園児の顔を見つめた。不意に思いついたように紙に何かを書く。紙を半分に折るとまた缶の中に入れた。さあ、正解を言ってもらおう。寝室の水槽の中にビニール袋に入れて沈めてある。おお、寝室の水槽か。お父さん、いくら博士でもこんなの当たるわけない。それじゃあ最後の質問だ。ちょっと待った。お前の質問だけじゃフェアとは言えないだろ。なんだと？事前に社長のことを調べ上げてる可能性があるからな。それじゃどうしろと。最後の質問は俺がする。ずるい。見事、気にするな。ここまで来たら誰が質問しても同じだ。それじゃあ社長、聞きます。人生で最高の瞬間、そう聞いて思い浮かべる光景は何でしょう。人生で最高の瞬間だな。園児は目を閉じて思いを馳せる。神道は迷うことなく紙に何かを書いた。そして静かに最後の一枚を紙に入れた。最後は正解を言わなくてもいいぞ。どうして？自信があるからに決まってるだろう。それじゃ答えを見ていこうか。すり替えられては困る。俺が中を見る。ご自由に。紙の表に番号が書いてあるから、それから開いていけ。炎上が缶の中を見ると番号書かれた紙が3枚入っていた。1と書かれた紙を炎上は手にする。さて1枚目だ。俺の初恋の相手の名前は。あの死災とはその後、食道も温泉も汚染も引き起こした。検査の結果、本幕の家の商品は幸いにも安全な数値が出た。でも、たとえ商品を汚染されていなくても、産地が引き一だというわけで手に取る人はいなかった。本幕の家の商品は全く売れなくなってしまったんだ。それで？生活ができなくなって、本幕の両親は自殺しちゃったんだ。そんなこと、もう誰も覚えていない。本間くん、
あ、ちょっと待って、ごめん。ここまでしときます。続きここからで。ごめん、ちょっと短いんですが、本日以上です。また見てください。